分かったぞ。あれは魔法だ。魔法？アスカ様、そろそろ次のパイを用意しないと。分かったわ。いい、誰も中に入れるんじゃないわよ。エンジェル、パイがもっといるわ。アスカの魔法はエンジェルっていう化け物を出して男を虜にしちまうんだ。多分煙で男どもを呼び寄せパイを食わせて魔法にかけてるんだろう。はあ、であんたはなんで平気なの？あいつに魔法かけられすぎて免疫ができちまったなや。あ？お前こそ魔法にかかってねえようだが。いや私はアスカさん、パイくれ。二階堂が一人だ。行けよ、チャンスは今しかねえぞ。でも今店を放っていったらお前がいてもいなくてもこの状況は変わらん。なんだぞじゃあ本当に行くぜ。店あんま手伝えなかったな。気にすんな、こっちもまだバイト代1000も払ってねえしな。あ、そっか。二階堂、コイモン、どうしてここに？いいから行くぞ。社長、いつかバイト代取りに行くからな。そん時にまだ店があればいいがな。カンコドリが鳴いてるな。肉のパイ2つくれ。我々は審査員である。お嬢さん方毎度焼きたてだ。さあ食いな。うまそう。一昼夜野菜とワインに漬け込んだ鹿肉とミンチの子牛肉、フォアグラの骨格切りが入ってるんだぜ。うまっ、もう一個、いや10個くれ。アスカ様、長時間魔法を使いすぎです。平気よエンジェル、もっとパイを。俺たち何してたんだっけか。胸やけが。社長。すいません、僕